こんにちは、しょりみチャンネルのしほです。はい、ということでですね、今回はですね、この前ですね、今日ですねが多いね今回はこの前ララポートに行ってきまして、その時に買ったものを今回は紹介していきたいと思います。で、買ったお店がピンクラテと、ピンクラテと、なんだっけ、紫のお店クレアーズと三日月桃子です。ほんとクレアーズだけいつも紫のお店って言っちゃう友達ともあれ何だったっけって、紫のあのお店だよ、何だったっけそういう存在なんだね。はいはい。で、一応ね、サンダルを、まあもう夏がね近づいてきたので、サンダルをね見に行ったっていうお買い物だったんですけど、そうなんですよ、ね、で、一番最初に見たお店でもう気に入ったのがあったので、ね、ピンクラテで買いましたね。はいはい。じゃあ、まあでもりみちゃんとしほちゃんので、2個あるんですけど、同じなので1つでいいです。1つ出しましょう。なぜか下のを取りますで、ここにはピンクラテで買ったもの、あとね、中に、ね、はい、ということで、まず靴を紹介していきたいと思います。今回はサンダルでございます、うん、あ、匂い、こういう新しい匂い、うんこういう匂い好きやったし、あの、私ゴムとか匂い好きよ、ゴムの。新しく私たちの足場を作っ新しく私たちの足をサポートしてくれたこちらです。じゃじゃーん、これシルバーでしょ。そうね、黒と白とシルバーの3色あって、はい、最初黒履いたんだけどね、いつもね、だいたい黒が多いので。そうだね、あの、今年はね、シルバーにねしました。パパもシルバーの方がいいんじゃないって言ってたのでね、うん、これね、うん、これね、うん、私めちゃくちゃ気に入ってさ、うん、だってね、少し高いじゃん、これ。いや、そうそう、なのに今年ね、厚底がちょっと流行ってて、うん、なのでちょっとこれもね、厚底で、なおかつこう、何、疲れない、ヒールが高いとやっぱちょっと疲れ、去年買ったサンダルが結構、しほちゃんがヒールがついてるのがいいとか言って、うん、ね、疲れるけど、ね、どうしてもちょっとでもいいから高くなってるのがいいって言って買ったんだけど、うん、やっぱりね、遠出ね行くと疲れちゃうんだよね。そう、でもこれはね、ほら、あの同じな高さになってるの、うん、だからあんま疲れなさそうじゃない。そうそうそう、だからね、まあ全く疲れないかっていうとあれだけど、うん、まあね、去年買ったサンダルよりかは全然いいんじゃないでしょうか。じゃ両方、両足ちょっと出してみます。サンダルの季節だね。うん、早いね。早いですね。そうね、まあ今の時期は本当、なんだろう、足もね、すぐ大きくなっちゃうので、1年ごとに買い替えるって感じだね、サンダルね、うん、なのでもう本当ワンシーズン履き潰す感じですね、いつも一足を、うん、そうだねお値段いくつですか。はい、お値段はですね、うん、4900円プラス税込みだから5000円です。はい、4900円、900円、うん、の税込み、税込みだからほぼ5000円。あ、そうだね。はい、こちらです。はい、これを2足買いました。はい、リミちゃんも同じのを買いました。リミも履いてね、はい、これでシルバーです、リミちゃん。はい、リミちゃんも同じシルバーです。しほちゃん足大きいんでね、もう 23.5 とか履いちゃうんで。そうなんですよ、多分もっと身長伸びるんじゃないかなとママはね思ってます。はいはい、じゃあ次、はい、で、次はね、夏服。6年生になったらママの世話お願いしますはい、次にね、ピンクラテで買った夏服を紹介します。なんでこんなね、袋が大きいかというと、このサンダルもこの袋に入ってたからです。めちゃくちゃねそう、だから大きいんであって、うん、そんなこんなにいっぱいお洋服を買ったわけじゃないで、はい、まずね、もうタグとか全部取って一回開けてるんですよ。あ、そうなんですね。こちらのね、靴下を2足買いました。待ちきれなくてね、開けちゃいました。はい、こちらの靴下を2足買いました。はい、こちらはですね、こことかここにすごいね、
蛍光の黄色がすごく可愛かったんですよ。なんか最近蛍光の黄色が好きだよね。蛍光色が好きなの。ピンクと黄色好きでしょ私。そうだね、蛍光色が好きで買いました、うん、なんかでも明るい色の方がね夏っぽいよね、うん、夏っぽくていいんだよ。でこれ1セットしかありません、すいません。次にですね、蛍光の黄色のズボンです。はい、これ、ね、ベルト付きでした。めちゃくちゃ可愛くないですか、うん、しかもここに大きくが、そうこれね、ダメージが入ってるのね、見づらいかもしれないけど大きくダメージ、手入れると見えるの、肌が見えるよ。あ、肌も見えるんだね、すごい。結構なんか大きいよね、大きくてすごい可愛いんですよ、うん、なので買いました。で、今回は蛍光黄色っぽいです。最後はこちら、うん、こちらも蛍光の黄色。まあ、しほちゃんは基本シンプルが好きなので、なんかこうごちゃごちゃいっぱい模様があるのより、なんかこういうシンプルなのが好きなそうです。そうなんですよ。あのね、ここにワンポイントぐらいあるのが一番好き、うん、今日のね、T シャツもそうだもんね。ここにワンポイントがあって、うん、あともう全部紫っぽい色なんですよ。これはもうフルコーデで買ったようなもんだね。そうなんです。はね。はい、以上です。はい。これを買いました。これね、あのりみちゃんの分としおちゃんの分と両方ともあります。お揃いで買いました。はい。はい、次はじゃあクレアーズ行きましょう。クレアーズで買ったものを紹介します。こちらも全部タグを取っておりますのでご注意ください。そうだ、取っちゃったね、そうだね。まず、また黄色、カチューシャでございます。私は黄色がブームだね、蛍光ではないけどね。そう、ほら、可愛くない？うん、なんか今までにない感じだね、ほら、うん、で、この辺にリボンがついてて、うん、なんかちょっとメッシュみたいな素材になっててね。うこんな感じ、うん、こんな感じだね、うん、うん、はい、じゃあ次、これも私がもう楽しみすぎて上にもう置いてます、こちら。あ、そう、これはあのね、なんだっけ、なんか3点買うと、そう、10% 引き、これを2個買おうとして、あのこういうね、カチューシャとかを3点買うと、なんだっけ、10% 引きだっけ、15% 引きだっけ、なんかすごい値引きしてくれるっていう、いうので、レジの奥にあったこれ100円かな、そう、100円の買いました。私これでも案外しおちゃんすごい気に入って、なんか今日もね、さっきしてたね、うん、で、2回できちゃったね、うん、これピンクでめちゃくちゃ可愛いの、うん、これ水色だけど、水色はりみちゃんです。可愛くないこれ。案外ね、でもいつつけるのみたいな感じだけど、ね、あ、確かに。はい、次、次はですね、初夏です。こちらもあらあらシンプルですね、ほんとシンプル。ほら、見て透けてないか、なんか何もついてないのが良かったんでしょ。うん、そう。どんな感じなのそれ、首リボンを巻くみたいなイメージかな、こんな感じ、うん、ちょっと、おー、なるほどね。首縛ってるみたいだけど。縛ってません、大丈夫。大丈夫ですか。はい。はい、じゃあこんな感じです。今度ね、動画とかでね、つけてるかもしれません。はい、はい、次、次はこちらです。はい、こちらはですね、あとはもうイヤリング、ね、もうレインボーのハートのイヤリングです。かわいい、夏っぽい、これ持って、夏っぽい、これかわいくない、めちゃくちゃかわいいんですよ、これこんな感じ、かわいいです。次いきます。はい、こちら、もうここからはね、もうイヤリングとなっております。こちらです。はい、これはですね、私の大好きなピンクと白と水色がマーブルになった、うん、イヤリングでございます。これめちゃくちゃ可愛くない？可愛い。これ私絶対します、これ私が選びます。ああ、絶対可愛いと思って買いました。はい、絶対します。最後です。最後はやっぱり蛍光だぜ。あの洋服に合うやつかな、はい、あのさっきのピンクラテで買った服に合うようなイヤリングにしました、ね、こんな感じで、まあ一式ほんと上から下まで蛍光で揃えたコーデ。あ、それ履くのね。そうですね、こんな感じで、はい、はい、はい、以上かな。あ、そう、あと三日月ママと見て、
ちょっとだけ買い物したので、じゃあ合わせて紹介しましょう。はい、リミちゃんが買ったの、買ったの。あー、飛んでちゃった。何飛ばしてんの今。もスローモーションにしたら面白いよ。私のゴム、しろって飛ばしちゃった。リミが買ったものがこちらです。こちらはですね、パンダのね、パンダのぬいぐるみガマ口でございます。あ、ガマ口ね。ガマ口？ガマ口。発音が入ってた。こちらはですね、めちゃくちゃ顔が可愛いということで。これ1個しかなかったんだよね。そう、私もしかんだこれ。うん。1個しかなくてね、リミちゃんがゲットしました。次はですね、私の大好きなあれです。じゃーん、私の大好きな、カバーン。これ300円ね。そう、安くない？なんか今年はね、すごい小さいカバンが流行ってるんだってね。そうなの？うん、テレビでこの前やってた。小さいバッグに小さい荷物っていうの？なんだろう、少量だけ詰めて、いくのが今年流らしいよ。へー。だからそれとかもね、ちょっとかけてみる？まあ、前ね、リミちゃんから誕生日プレゼントでね、クリアなやつはもらったけど、うん、で黒は持ってる。あ、シルバーか。で、リミが黒持ってて、シホがシルバー持ってて、はい、何気に黒もね、リミちゃんから借りてたまに使ってるんですよね、シホちゃんは。なので、今回はね、ピンクを選んだみたいです。はい。あのね、ピンクの透けてるやつだと、なんか、エイリアンとかさ、飾るものしか入れられないのよ。うん、一応気にするわけね。ティッシュとか丸ごと入れられないってことね。ティッシュのゴミを入れたら目立つじゃん。あ、ね、今ちょっとね、すごいんですよ、鼻が出て。まあ、しほちゃん特にね、みんな知ってると思うんだけど、ほんといつもティッシュいっぱい持ち歩いてて、はい、なんだ、鼻炎かね、今度見てもらおうかね。すごい鼻がとりあえず出るので、いつもティッシュが必須なんだよね。そう、冬とか、ほんとに季節の変わり目かな、すごいね。1日に4パックを使い切るの、私、やばくない？やばすぎ。いつもね、鼻噛んでるのでそうですね。だからちょっとね、ゴミが見えないタイプのバッグ、ミニバッグを、うん、ピンクだし、ね、まあ300円だったんでね、うん、それならいいかなということでね。はい、買いました。めっちゃミニだけどね、でもね、うん、これさ、こうやってさ、こうやってかけるのもいいんでしょ。ああ、で、こうやってベルト、ウエストポーチみたいな。ウエストポーチにしてもいい。ツーウェイなの、それ。だから上にあるやつも多分ウエストポーチになると思うの。ああ、なるほどね。でも今はウエストポーチ流行ってないんじゃない？こう斜めにかける方が流行ってんじゃない？今の時代は。うん、そうでしょ、それでしょ、やっぱりみんな。これか。マネキンさんとかもこういう感じでやってない？うん、やってる。ずっとこれしてた。あ、本当だ。まあ、まだしてます。はい、終わりかな？まだあります。まだあるの？最後一つ、ラスト1つでございます。最後は？こちらも私が大好きな商品。はい。いきますよ。じゃーん！イリアンのスクイーズでございます。イエーイ盛り上がってる。これもね、なんと300円でラスト1個でした。出ましたね。可愛くない？スクイーズです。これがね、300円。プーさんだったんだよね。うん、そう。でもリミちゃんはね、プーさんいいっていうので。で、ちゃんとほら、あ、そうちゃんとチェーンもついてて、ねえ、可愛い。起きるじゃん、ほら。もちろん、そうだ。可愛い。はい、ということでですね、この前ララボートに行ってきまして、その時に買ったものを紹介してみました。めちゃくちゃいいものが見つかってよかったです。それでは、バイバーイ。グミ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 ペア。